新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大を受け、静岡県はまん延防止等重点措置を21日に国に要請することを決めました。連日の最大人数の更新となります。未曾有の急増局面となっております。本日静岡県として政府にまん延防止等重点措置を要請する方針を固めました。まん延防止措置の要請を決めた川勝平太知事、21日に国へ要請すると発表しました。静岡県はこれまで感染状況の推移を踏まえて週内にも見極めるとしていましたが、判断に踏み切った理由について知事は、10万人あたりのですね、感染者数がなんと100の大台に乗りました。この急拡大、それからやはり病床の占有率が2割を超えたと、ここはまん延防止の方に行くべきだという専門家の先生方のご判断に従うべきだということで、今回の発表になったということでございます。また新型コロナ以外の冬特有の病気によって一般医療の負担が増え、医療提供体制に支障が出始めていることを理由に挙げています。まん延防止措置は全域が対象になるとみられ、国が適用を決めれば実際の運用開始は来週となる見通しです。県は酒類を提供する飲食店に対して時短要請を行う方針で、県の認証制度を利用している店と非認証店で対応を分ける方針です。川勝知事は改めて厳重警戒を呼びかけました。基本的な感染防止対策はこれまでと同様でございます。会話時には必ず不織布マスクをご着用いただきたいと、とても大事なことでございます。人と接触する機会を低減する、これまで以上に対策をお願いしたい。県は来週早々にも対策本部会議を開き、具体的な対策を検討する方針です。